と目が打てるようになるとね、ハンプだったりフェイクレザー、あと本革なんかにも打てますのでね、楽しいと思います。こんにちは、あけです。今日はこちらの巾着バッグを作ってきます。フェイクレザーで作ります。最近のフェイクレザーはですね、本革と見間違うほどのいいソフトタッチのレザーがありますので、こんな感じのを選んでみました。サイズですけれども、入り口部分37センチ、高さが30センチ、マチはですね12センチのマチにします。肩紐の長さですね、高さが30センチあります。肩からかけられる長さになってます。入れたものはですね、ポーチ、ペットボトル、長財布なんか入ります。普段使いにねちょうどいい感じのサイズだと思います。中はですね、内ポケットをつけたいと思います。早速作り方の方をご紹介していきます。用意するものはこちらです。まずフェイクレザーですね、123センチ幅のものからこちら裁断しました。本体ですね、27センチ ×43 センチ幅のものを1、2枚、そして切り返して底になる部分ですね、25センチ ×43 センチ1枚、そして見返しにですね、84×6 センチ長いものですね。長くすると脇の縫い代の重なりを少なくすることができますので、このような見返しを取りました。そして持ち手ですね、持ち手に60センチ ×16 センチ1枚、そしてストッパーの役目にするもの、8センチ ×5 センチのもの、裏地はですねブロードの薄い生地のものですけれども、こちら64センチ ×43 センチ、ポケット 40×22 センチ、半分に真地を貼りますので真地 20センチ×22 センチ、こちらを用意しました。あと道具とか付属で用意するものです。こちら両面ハトメパンチの内具として、こちらのセットになっているものを選んだんですね。内具とこの下穴の開ける下穴ポンチと、ハトメがアルミと真鍮、こちらが全部セットになっていて1280円で購入しました。そしてこのハトメは10ミリのハトメ、真鍮のものですけども、これを12組用意しました。そしてハンマー必要になります。100均で買ったものです。あとカッティングマット、カッターなどの下敷きにするようなのですね、こちらも100均で購入したものです。であとこんなちっちゃな小回りの利くハサミがあると便利です。紐ですね、巾着にする紐、こちらはなんかジャージとかパーカーとかに余ってる紐、そんなのを利用しても大丈夫だと思います。ループエンド20ミリのものですね、こちらを用意しました。ミシンの前の下準備としてアイロンをかけるんですけども、今回フェイクレザーですのでレザーにはアイロンかけられませんので、まず裏地のですね内ポケットの半分に真地を接着しておきます。蒸気なしで接着します。そしてですね、持ち手の部分、これを四つ折りにして縫うんですけれども、アイロンで癖付けできませんので、目印として案内線を鉛筆で中心に書いておきたいと思います。16センチですので8センチの中心にですね線を引いておきます。鉛筆で線を引きました。そうするとここの線に向かって合わせてくれば縫いやすいと思います。ここでですね、マチの部分をカットしておきます。この裏地を下を輪にして、輪にしたところからですね5センチ ×6 センチ角をカットします。反対側も同じようにカットしてください。あとですね、本体の切り替え部分ですね、切り替え部分にもマチの部分カットしておきます。こちらも下を輪にして5センチ ×6 センチカットします。こちらも同じようにカットしてください。あとはですね、印付けしておきます。こちら本体の部分ですね、すべて中心になるところをですね印付けしておきます。
こちらもですね、中心の部分を印付け、先ほどのマチをカットした部分もですね、すべて中心に印付けしておきます。あとこちら見返し部分にも中心にですね、印付けしておいてください。まず裏地のポケットを縫います。中表に半分に折って、脇とこの返し口を残してこの字型に縫ってきます。返し口は10センチぐらい開けます。角の三角に切り落とすんですけども、1枚だけ切り落とします。こちらもですね、1枚だけ切り落とすと、このもう1枚で角をきれいに包み込むようにするときれいに出ます。ポケットをですね、返し口から返してアイロンできれいに整えました。返し口も内側に縫い代を折ってですね、きれいに整えてあります。そしたら芯地が張ってる方を表にしますので、表から端から2センチのところにステッチかけてきます。そしてこちらのポケットを裏地につけていきます。ポケットの位置はですね、この上の裏地の切り端から5センチ下のところにつけます。中心を合わせてですね、だから5センチ上の端から5センチのところにポケットをつけたいと思います。そしたらポケットの口の部分だけ二重にして、この字型にステッチかけていきます。はい、ポケットがつきました。そしたら裏地の脇とマチを縫っていきます。裏地の返し口を15センチぐらい開けて脇を縫います。返し口を開けて脇を縫ったらマチを縫います。脇の縫い代を広げてこのように合わせてきます。反対側は返し口を開けずにまっすぐ縫ってマチを縫ってください。裏地の縫い代はアイロンで割って表に返しました。そしたらですね、今度裏地と見返しをつけていくんですけれども、見返しの端をですね、縫い代1センチのところで縫います。針はですね、レザー用の針に変えました。普通の針でも縫えますけれども、革用の針の方が綺麗に縫えます。裏地とですね、見返しをくっつけていきます。中心と中心を合わせて中表に縫ってきます。ポケット側の方にこの見返しの縫い目が来るようにしたいと思います。中表、中心ですね、中心と中心合わせて、中心と中心を合わせますね。脇を合わせます。それで見返しと裏地を中表につないでいきます。こうしてですね、縫い代は裏地の方に、下の方に倒しておきます。もう指でね、癖つけしてしまえばいいと思います。そして本体の表の方を縫っていきます。ここで紐を縫っていきます。紐の幅のですね、中心に線を引いてありますので、そこに向かってですね、合わせるように4枚重ねにしてステッチかけていきます。両端を向かい合わせるようにですね、四つ折りにします。このようにクリップを留めました。こちらでステッチかけていきます。端から2ミリくらいのところですね、ステッチかけていきます。はい、四つ折りの紐ができました。
そしてストッパーを作っていきます。こちらの 8×5 センチのものですね。こちらの中心に線を引いてあります。この中心に向かって折ってですね、一度ステッチをかけます。こちら反対側もこの中心にですね、折ってステッチをかけます。はい、このようになります。そしたら今度は中表に折って縫い代1センチのところを縫います。そしたらこれをひっくり返してですね、返してこの縫い代を割ります。こうなりますね。縫い代を割ったところからこのキワをコバステッチを行って帰ってステッチかけます。そうすると穴が2本になるので紐が通せるストッパーができるわけです。はい、ストッパーができました。次はマチを切り取った切り替え布と本体を中表にして縫っていきます。中心と中心を合わせて縫い代1センチのところで縫います。次はもう1枚の本体の方ですね。切り替え布と本体の布を中表にしてこちらも縫っていってください。このようにつながりました。そしたら今度はですね、切り替え布の方に縫い代を倒してここにコバステッチかけていきます。ステッチきれいにかかりました。反対側もね、同じように切り替え布の方に倒してステッチかけてください。次はですね、脇を縫い代1センチのところで縫います。切り替えのところですね、ここをしっかり合わせてずれないようにして縫いたいと思います。そしたら脇の縫い代を開いてマチも広げてですね、マチを縫います。反対側も同じように脇とマチを縫ってください。本体の両脇が縫い上がっています。そしてですね、次は紐を両脇にですね、中表にくっつけておきます。脇の縫い代は割ってありますですね。反対側も同じように紐をつけてください。次は表のレザーと裏地を合体させていきます。中表になるようにですね、裏地を中に入れます。この時前と後ろなんですけれども、前にこの紐の輪ですね、これが前に来るようにしたいので、こちら側が前、後ろ側はですね、ポケットがつく方にしたいので、ポケットは後ろ向きにっていう風に、このように中表で裏と表合わせていきます。中心と脇とクリップで留めていきます。こちらで縫い代1センチのところを縫っていきます。本体とくっつきましたので返し口から返していきます。このようになってます。ここのですね、入り口の部分ステッチかけていきます。レザーだとアイロンで押さえつけられませんので、縫い代を出しながら整えながら縫っていく感じですね。入り口のコバステッチ綺麗に仕上がりました。レザーはね、ちょっと縫い直しが効かないので慎重にやった感じです。はい、ほぼ形はできています。裏地の返し口はミシンで縫っておいてください。で、いよいよですね、ハトメを打っていきます。ハトメを打つんですけれども、この上がり寸法、脇から脇ですね、 41.5 センチの幅がありますので、こういった型紙を用意してみました。型紙っていうほどでもないんですけれども、5センチ幅の紙にですね、 41.5 センチ、6センチおきに印を打っていきます。
均等にやりたいとこなんですけれども、ちょっと5ミリ余りますので中心で 5.5 センチというように調整しました。こちらをですね6センチ間隔で、上から 2.5 センチのところで6センチ間隔にですね、真ん中は 5.5 センチ、こちらをですね目打ちで印をつけていきます。このように穴を開けました。クリップで留めてった方がいいですね。このように紙をクリップで留めてクロスのところですね、穴を開けてきます。ハトメを打つ中心の位置に穴を開けてきました。反対もですね同じように開けていってください。この10ミリの両面ハトメを打ちますので、カッティングマットを内側に入れてここ打ってみます。穴の中心とこの10ミリの下穴ポンチですね、中心を合わせて、この下穴を開けます。一度にスパッと切れない場合があるんですけども、十分跡はついてますので、こういった小さなハサミでカットしていきます。下の布が残ってますね。来ました。表の円に合わせて下の布も丸くカットしました。ハトメの上が来るものですね、こうですね、ハトメの上側とコマですね、大きい方、マットコマの上にハトメの出っ張ってる方を置きます。穴の開いた布をかぶせます。そして裏から留める方の平らなハトメですね、これをこういうふうに置いて、こういう説明書にも書いてあるのでよく読むといいです。これでですね、これで打ち付けます。裏はこうです。これでね全部12箇所打っていくんですけども、もう一個やってみますね。穴の中心と下穴ポンチの中心を合わせて、下穴を開けます。表側を下にして出っ張ってる方を乗せます。その上から布をかぶせます。そして両面ハトメの裏側の方、これを乗せます。でこのコマですね、上からかぶせてこれを打ち付けます。表裏このように留まりました。でこれで、ね、全部12箇所打っていきます。ハトメ12個完成です。これで紐を通していきます。表面の中心からを差し込んで、こう交互に紐を通していきます。ストッパーに差し込んでいきます。次はループエンド、このループエンドは穴の大きい方と小さい方あるんですけど、小さい方から刺して大きい方が下向きですね。で飛び出てる部分いらないのでカットしちゃいます。完成です。ハトメが打てるようになるとね、ハンプだったりフェイクレザー、あと本革なんかにも打てますのでね、楽しいと思います。やってみてくださいね。ありがとうございました。また見てくださいね。